こんにちは、みゆです。今回はリクエストをいただいていたドレッサー紹介をしていきたいなと思います。お部屋紹介の中でざっくりご紹介はさせていただいたんですけど、ありがたいことに詳しくコスメのご紹介も一緒にしてほしいという方々がいましたので、今回は撮っていきたいなと思います。はじめに使っている机とかをご紹介したいなと思います。机とこちらの椅子は、椅子とミラーはすべて IKEA になってます。はい。で、この上にある棚なんですけど、棚は私の母が手作りで、この IKEA の机と幅を合わせて作ってもらいました。で、この上のミラーも、手作りで、ここが開けれるようになってて、中にもコスメがちょこっと入っております。はい。では早速ご紹介していきたいなと思います。まずミラーの横なんですけど、横は、ヘアアイロンとかコテが入ってるんですけど、こんな感じでもう突き刺して入れてます。はい。ここにオイルと、これちょっともらったハンドクリームと、でここにスイッチがあって、ここを押すとつくみたいな感じにしてます。はい。でこのミラーの中なんですけど、開けるともう全然あんまもう入ってないんですけど、ここら辺に、ブラシと、ここがアイライナーとか系が、これがイブサンローランのマスカラとか、メイベリンのマスカラ、バラバラですね。ここもイブサンローランのマスカラ、これもヒロインメイクとか、ダズショップのカラーライナーとか、これエチュードのラメ系のものとか入ってます。はい。最近はね、やっぱラブライナーが一番いいなって思ってずっと使ってます。で、これ新色のなんだっけな、めっちゃ薄いやつです。適当なんですけど。です。はい。で、この横に、このテープとか、あとリキッドファンデーションのケイトとかもないんですけど、ポルジョの下地とか、夏使うアルミ系の下地とか、あとここはシューとかマックのスプレーですね。はい。で、この上にパック、クッションファンデとか、あと上にちょっとカラコンが置いてたりします。こちら以上です。次にこの棚の左端からご紹介していきたいなと思います。ここは主に大きめのアイシャドウパレット置いてて、シュランペの鏡、手鏡で、中にこれ無印の透明なものを入れてます。で、詳しくご紹介してほしいということなので、まずトゥーフェイズドのパレットね、ニックスのパレット、これエチュードのクリスマスコフレのパレット、これテヨンちゃんのバニラコのコラボのパレットとか、あとはこれネイチャールパブリックのパレット、これもエチュードハウスのデカめのパレットとか、あとはこれご紹介したやつとか、これニックスのものとか、ここがあのアイラブメ、なんだっけ、メイクアップレボリューションのチョコレートのパレットシリーズが3種類入ってます。結構これが私のお気に入りパレットです。で、あともう一つ、これもエチュードのコフレのパレットですね。で、これがナーズのクリスマスコフレのパレットです。もうめっちゃお気に入りです、これ。はい。これが多分あの伊勢丹ミラー限定のコフレになってます。はい。ここはパレット系は以上です。で、隣の、リップをご紹介していきたいなと思います。まずこの棚は無印になってます。皆さん使ってる方多いと思うんですけど、私もこちら使ってます。で、これもこの棚の高さもこの無印の透明の高さに合わせて作ってもらいました。まずこちらの1段目からご紹介していきます。ここはマック入れてて、何気マックのリップが一番持ってるかなと思うんですけど、まずここがパウダーキス系のものですね。生チリとインパルシブとか、あとここは定番のやつですね、ものとか、ここが限定品とか、これ廃盤になっちゃったシリーズとか、あとティント系の潤いあるやつとマット、これは結構すっぴんの時とかに唇に血色を与える時とかに使ったりします。ピンク系なので。で、ここがガラスグロス、リップガラスの、ラメ入りとか、これ結構ヌーディーな感じのスパイスっていうカラーなんですけど、これめっちゃおすすめです。春おすすめですね。で、最近出たマックの新作のこのリップ、これめっちゃ可愛いですよね。私めっちゃお気に入りなんですけど、買った色がシュガーダダっていう色と
シュガースイートカメオっていうお色味を購入いたしました。はい、こんな感じで、2段目がなんかほんと入れ方バラバラなんですけど、ここがこれがイヴ・サンローランのタトゥーシリーズ、ちょっと忘れちゃったんですけど、タトゥーなんちゃら、これ海外で買ったので日本語が、日本語じゃない、日本語書いてなくて、この赤とピンクとオレンジ系と、これがルージュボリュプテシャインの、私4番と4番と79番ですね。これも結構春ナチュラルになる感じのオレンジコーラル色ですね。でこれがディオールから最近出た、なんだっけ、ディオールアディクトリップグローオイルのローズウッドっていう色味です。これが一番そのグロスオイルの中で色味あるんですけど、あんま色味も出ない感じのやつです。でこれがディオール、これもディオールのマキシマイザーですね。これ結構使ってて寝る前とかに塗ってるのでもう少ないですね。はい、でこれがナーズのリップです。これ結構濃いめの秋カラーになってます。こんな感じ、結構私茶系、イエベなので、イエベの秋かな、なので茶系が多いです。これもこれめっちゃ人気のボビーブラウンのブラックベリーっていうカラーです。結構このシリーズで人気色だと思うんですけど、はいです。これはボビーブラウンの、これはラメを、こんな感じのめちゃめちゃラメのリップになってます。これ上から重ねる系のリップです。これがキャミックで、これもこれはなくてコンビニで買ったリップです。これがセルボークのグロスですね。はい、セルボークのグロスは大体もリップ、この単色でまんま色がつくのでお気に入りです。ここもセルボークのリップスティックで、人気色の23番、黄色みのある23番と9番、めちゃめちゃ人気の、去年かの、一昨年かわかんないとめっちゃ流行ったテラコッタカラーの9番です。でこれがメイベリンのフレで出たラメラメのリップスティックですね。シャインコンパルジョンです。はい、これもめちゃめちゃ、なんかもうほんとゴールドラメがめちゃめちゃ入ってるリップになってます。なので普段使いはできないんですけど、パーティーとかにいいかなって思ってます。3段目いきます。3段目はこれがメイベリンのめっちゃ落ちないリップと、あとこれも 3C も結構新作で出たマットタイプのクラウドリップティントです。これも可愛くてお気に入りです。トゥーフェイスドのマットのリキッドマットのセルアウトっていう色味です。これはボビーブラウンのティントっぽいものです。これお友達からタンプでもらったんですけど、めっちゃいいですね。あとこれがロレアルパリのものとか、これクセルのグロス、これもトゥーフェイスドのリップですね。はい、これもリップで、これもイースフリンティントで、これがジバンシーのめっちゃもザ赤っていう感じの赤です。こんな感じ、ピンクっぽいですね、動画から見ると。これはタンプレでもらいましたね。私ジバンシーとか絶対買わないので嬉しいです。これがシューのリップです。で次が、ここもほんとバラバラなんです、バラバラなんですけど、ニックスのラメのグロスだったり、セザンヌ、ウズのマイナス2とか、トゥーフェイスのリップスティックとか、あとコムセザンヌですね。プチプラもね、最近めっちゃ可愛いのでよく買います。ここもキャンメイク。ここもさっきとご紹介したこのシリーズ、トゥーフェイスのものです。ここが私の大好きな 3C の、はい、マットのリップスティックですね。あとロムランドとか、これはちっちゃいシリーズもですね。これ220番なんですけど、多分ですね。私この色がめっちゃ好きなんですよ。もうオレンジ好きな方は、多分。めっちゃ好きだと思います。220番です。一番下が結構汚いんですけど、カラコンとかも入ってます。じゃあ次、お隣ご紹介していきます。はい、ちょっとなんかスカスカなんですけど、まずここはカラーポップとか、あとここ韓国のリップとか、あとここも 3C ですね。 3C も私結構好きなんで持ってるんですけど、これナーズの、これ限定のパッケージのものとか、どこも 3C とか韓国のこの色とか、この組み合わせめっちゃ可愛いですね、グラデーションで。でここセザンヌだったり、でリップも結構なんか噴出するタイプで、なんか多分朝バッグとか探ったらもっとありそうなんですけど、はい、整理しないタイプですね。はい、では続いて2段目、ここが3、ここも 3C ですね。もう大体やっぱ 3C 多いです。これナーズのリップ、これも結構有名、2760、結構茶色のリップです。これも、まあ、めっちゃ流行ってるロムアンドのティントだったり、これはなんか
しまむらとラプンツェルコラボした時のリップスティックだったり、あとインテグレート、ビゼとかコムスリシー、これもビゼかな、あと100均のものだったり、あとバニラコとか入ってます。はい、次真ん中がこれ100均じゃないな、メディアのリップだったり、あとエチュード、ペリペラ、これメイベリンですね。これめっちゃ可愛いです。 MNU11 結構有名だと思うんですけど、とかあとベアミネラルとか、あとホリカ、これバニラコですね。こちらもこれミックス、ここら辺エチュードとかもたくさん入ってます。ここら辺全然使ってないですね。はい、続いてこっちがティント系になってます。これも 3C のものだったり、あとレディーバイレッドだったり、ほんと韓国系が詰まってます。ここもエチュードだったり、ここら辺はこれなんだろう、これがなんか韓国のブランドのものです。ここもネイチャーリパブリック、こうバニラコのティントだったり、ここも 3C ですね。これめっちゃ全然落ちないです、おすすめです。はい、次にこっちもこれティント系なんですけど、バニラコのムース系のティントだったり、ウォーター系だったり、ここもエチュードですね。これペリペラのインクだったり、これバニラコ、これほんとウォーターティントですね。バニラ、ペリペラとエチュードとキャンメイクのクロス入ってます。リップ系は以上になります。最後に引き出しをご紹介していきたいなと思います。はい、こんな感じです。でまずこちらからご紹介するんです。ここがファンデーションになってます。で奥にリキッドタイプとか入ってて、ここもほぼほぼクッションファンデですね。こう有名なクリアのものとか、これがイブサンローランのクッションファンデとか、これもクリアのものとか、と今使ってるのがエスポアのものです。これめっちゃいいですね、おすすめです。しかも薄いので他のクッションより、なので持ち運びにめっちゃおすすめです。ここがチークなんですけど、チークはほぼほぼもオレンジ系が多いんですけど、この 3C のこのシリーズがほんと好きで、3色買いしちゃったもの3種類と、バニラコだったり、あとマックとか、あとアディクションとか、キャンメイク、これ 3C のクッションファンデ、クッションファンデ型のチークになってます。はい、これアナザーストリート忘れちゃったんですけど、の韓国で買った H&M の姉妹店のブランドのコスメですね。あと普通のプチプラのチークです。はい、でお隣がここシェーディングとハイライト、ここもハイライトですね。はい、でこれがムサンローランのパウダーですね。あとマーズのコンシーラーとか、あとシャネル のスティック状 のハイライトとめっちゃ似てるって言われてるビゼ このクリームタイプのハイライトです。これめっちゃおすすめです。はい、あとエルフのチークだったりが入ってます。でお隣がアイシャドウになるんですけど、シャドウめっちゃあるんですよね。でまず最近買ったペリペラのこの4色のものです。このラメがめっちゃ綺麗なんですよね。はい、でこれがどっかのブランドのものなんですけど、これめっちゃ可愛くてこんな感じです。もうイエベさんとかオレンジ系が好きな方はすごいおすすめのアイシャドウになってます。はい、でここからご紹介すると、ここら辺キャンメイクのパーフェクトスタイリスタイズシリーズがこんな感じ でこれはテラコッタ系ですね。これもエチュード、これキャンメイクの3番です。あとケイトのものとか、あと私の大好きな 3C シリーズのこちらマット、あとラメの方と、これが 3C のアイシャドウ、チーク、リップ全部使えるマルチのものになってます。はい、あとこれがカラーポップのシングルアイシャドウ、ここら辺に入ってます。でお隣がちょっと大きめのパレットになってて、バビメロのパレット初期のものと2番目のものと、で今めっちゃ流行ってるクリオのパレットですね。はい、これが 3C のちょっと好きなシリーズのものなんですけど、この一番人気のオーバーテイクが割れちゃって、そんな割れてないんですけど割れちゃって、アイシャドウが飛び散らないように中にスポンジを入れております。あとユーアーグラムのパレットだったり、マックのアイシャドウとか、これもエチュードですね。あとイブサンローランのアイシャドウが3つあったり、とここがエチュードのこの細長いシリーズですね、ピーチだな。あとこうエルフだったり、これなんか付録のもので、これは 3C のカラーですね。はい、で隣がシングルアイシャドウがめっちゃ汚いんですけど、
バババって入ってるんですけど、ここはなんとなくご紹介します。アディクションの人気のラメのカラーだったり、あとリキッドのラメのものだったり、これ 3C のこれめっちゃ可愛いんです。夏めっちゃ可愛い、涙袋にいたらめっちゃ可愛いんですけど、アイスイッチってカラーです。で、最近買ったこの MAC のキープステイルっていうカラー、くすみピンクなんですけど、めっちゃ可愛いです。おすすめです。であと私涙袋に絶対塗ってるんですけど、このマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズの BE286 っていうカラーがすごい可愛くておすすめです。このアディクションだったり、あと 3C、 もう 3C が本当にいいですね。 MAC のものもあるんですけど、あとエチュードのシングルシャドウも隠れてたり、あとこれがこれも MAC のなんだっけな、クリスマスコフレのものですね。いつかの、まあ、あとナービーだったりエチュードもあります。ユーアグラムとか、はい、ここもね整理しないとですね。ここもカラコンだったり、奥はポーチ系が入ってます。はい、引き出しはこんな感じですかね。またねコスメの断捨離も しなきゃなって思ってるので、あのねコスメ断捨離したらまた綺麗になったら再度ご紹介したいなと思ってます。で最後に最近買った春コスメとか、春コスメ以外のもあるんですけど、ご紹介したいなと思います。最近買った春コスメなんですけど、ざっくりこのトゥーフェイスドのパレットと、この古川優香ちゃんのプロデュースのリップと、あとセザンヌの3つなんですけど、まずトゥーフェイスドなんですけど、これは春コスメじゃなくてクリスマスコフレで限定で出たやつなんですけど、すんごい買うの迷ってて、リップだけ買ったんですよ、クリスマスコフレは。でもこの前御殿場アウトレット行って、トゥーフェイスドが安く売ってて、その中にこのコフレが売ってたので、今店舗にはないんですけど、このコフレがシリーズが出てて、わ買わなきゃと思って、でしかもアウトレットなので少し安くなってたので即買いしました。本当やっぱ 前から買っとけばよかったなって後悔してたので、手に入ってすごく嬉しいんですけど、で昨日使っちゃってあれなんですけど、こんな感じです。もうめっちゃ可愛いんですよ。普通に今から春でも使えるピンクとか、あとパープル系もあるので、すごい使い勝手の良さそうな色が集まってます。こちらと、ね、この古川ゆかちゃんのリカフロッシュっていうリップなんですけど、ネットで買おうと思ったんですけど、すごい売り切れが早くて、この1番かな、このカラーが、この1番がすごい人気で、オランジェットっていうカラーがすごい人気で手に入らなかったんですけど、ロフトで今なんかコスメキャンペーンみたいな人で、そこで先行発売みたいなのされてて、行かなきゃと思って行ったら、ラスト1個でラスト1個置いてあっても即買いしました。めっちゃオレンジなんですよ、これも。で、つけても乾燥しないタイプで、めっちゃお気に入りです。はい、置いておきます。で、このセザンヌなんですけど、これも結構発売してから結構経ってるんですけど、このアイシャドウが、もうほんとさっき買ったんですけど、セザンヌシングルカラーアイシャドウ4番の、透け感ラメっていう色味です。めっちゃキラキラのラメです。あと、セザンヌの、ナチュラルチーク N17 と18で、これがボームブラウンっていうカラーで、すごいオレンジまではあれなんですけど、赤みオレンジっぽいカラーと、これがめっちゃ絶対これから使えるなってカラー、ローズベージュっていうくすみピンク、今めっちゃ入ってるくすみピンクのチークを買いました。これからまたメイクが楽しみです。はい、でもしリクエストがあったら、また買った、結構コスメ結構定期的に買うので、購入新紹介とかリクエストがあればできたらいいなと思っています。はい、今回こんな感じでちょっと長くなっちゃったんですけど、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。